2019年の闇営業問題で所属していた吉本興業から契約を切られ、テレビから姿を消した宮迫博之。その後 YouTuber としてデビューし、動画の企画から人気 YouTuber のヒカルと共同で焼肉店のオープン。このコラボにかなりの注目が集まったが、開店準備のずさんさにヒカルが激怒し、事業から手を引くこととなり大炎上した。それでも焼肉店を諦めなかった宮迫は、その後も何度も炎上をしつつも一時は予約が取れないほどの人気店となっていた。 YouTube チャンネルも140万人の登録者数をマークし、人気 YouTuber の仲間入りを果たしていた。しかし現在そんな宮迫の行き先には暗雲が立ち込めているという。今回は宮迫博之ひっそりと終了、 YouTube チャンネルと焼肉店共倒れの危機に対する世間の反応を紹介していく。元吉本芸人の宮迫博之、彼が芸能界から姿を消すきっかけとなったのは、皆さんもご存知、闇営業問題だ。今から2年前の2019年7月、反社の会合にて営業を行っていたことが判明し、事務所から契約を解除された。テレビはコンプライアンスが厳しく、宮迫の仕事はなくなった。そこで宮迫が選んだ新たな主戦場が YouTube だった。しかしこの YouTube 参入に関して相方の蛍原徹に相談がなかったことから2人の間に溘が生まれ、同年8月に雨上がり決死隊は解散となった。退路が断たれる中、宮迫は YouTuber としての活動を進めていく。宮迫が経営する牛宮城ももともとは YouTube の企画がきっかけだった。2021年2月11日に投稿されたドッキリ動画で、 YouTuber のヒカルに1億円貸してと嘘の相談をするという内容のものだ。初めはドッキリのはずだったのが、偽の企画にヒカルが本気になったため、宮迫博之が本気で焼肉屋を開店することとなったのだ。牛宮城は良くも悪くも世間を騒がせてきた。中でも話題となったのは、事業のきっかけとなったヒカルの撤退だ。オープンを間近に控えた2021年9月末、店で提供する料理の試食のために店に現れたヒカルと宮迫。しかし実際に試食が始まると肉の質が悪く、その内容はボロボロ。これでは2021年10月1日のオープンに間に合わない。これに呆れたヒカルは牛宮城事業から撤退を発表し、大炎上したのだ。その後も世間からは撤退すべきとの声が上がるも、宮迫は諦めなかった。その後も進捗状況を YouTube で報告。たびたび炎上するも何とか開店にこぎつけたのだった。さまざまな騒動を起こし、炎上商法などと揶揄されながらも、牛宮城は予約が取れないほどの人気店となっていったのだ。そんな中、2023年10月30日、宮迫は自身の X 上で告知を行った。宮迫、牛宮城キッチンカーで全国飛び回っております。そして宮迫の実の兄が初登場。宮迫家でのトークもお楽しみください。どうやら宮迫は、牛宮城の味をキッチンカーで全国に届けるために暗挙を始めたようだ。今回の動画はその様子を収めたものだった。ところが同動画の再生回数は11月1日時点で約4万回と、好調とは言い難い厳しい数字となっている。チャンネル登録者数自体は129万人。トップ YouTuber と言っても過言ではない宮迫の現状を芸能関係者が明かす。宮迫さんの YouTube チャンネル登録者は2021年8月の約140万人をピークに減少していて、現在の登録者は129万人です。動画の再生回数も、チャンネル開設当初は100万再生超えを連発していましたが、直近で100万再生を超えた動画は、昨年10月2日に公開された令和の虎チャンネルとのコラボ動画まで遡ります。2020年の10月に宮迫さんが出した32本の動画は、合計約1850万回再生されていますが、2023年の10月にアップロードした9本の動画は合計で約85万再生です。動画の本数自体も減っており、1本あたりの再生回数も大幅に減少、そして登録者数も徐々に減り始めているというのだ。 YouTuber としては苦境にある宮迫だが、キッチンカーで全国行脚するなど新しいことも始めている様子の焼肉店は好調なのではないのだろうか。経営者としての牛宮城の仕事が本業になってきているのかもしれない。宮迫の焼肉屋事業について芸能関係者はこう話す。
開業当初は焼肉コースの予約受付がスタートして即座に埋まる予約困難店でしたが、今では当日でも焼肉コースの席が空いています。3月頃にすき焼きコースを廃止して使用していたスペースを焼肉用に改装したため、焼肉コースのキャパが増えたとはいえ、すっかり予約の取れる店になりましたね。 YouTube の再生数だけでなく、なんと焼肉店の来客数も落ち込んでいるというのだ。闇営業騒動による芸能界実質引退からあがき続けた宮迫だったが、とうとう YouTuber としても焼肉屋オーナーとしても消えていくのではないかとささやかれ始めたのだ。そもそも始まってたっけ？焼肉店は宮迫のネームバリューのみの強気設定だから、名が通じなくなれば衰退は免れない。自分は宮迫がテレビ復帰できなかったのは、明石家さんまが口を出して他の人が手を差し伸べづらい状況にしたのと本人の人望のなさが原因だと思ってるわ。明石家さんまは闇営業騒動直後から宮迫の復帰に注力していたのだ。テレビに出られないとなると自分の個人事務所で預かると名乗り出て、自身が出演する舞台に出演させようと計画していた。宮迫を囲む会を開催するなどとにかく尽力していたが、さんまの思いには応えず、結局宮迫は YouTuber として活動をすることになる。不義理を働くと結局こうなるんだよね。因果応報。何回か動画見たけどつまらないしな。竜宮も YouTuber が飽きた時点で終わりだもんな。今後方針変えてかないときつそう。炎上商法の限界。普通に引退しとけばテレビで稼いだ時の貯金で暮らしていけただろうに、こんなアホ焼肉店に資金入れちゃったのは痛いね。おとなしく吹き替え声優で生きていけ。これは闇営業待ったなし。ネームバリューで人は呼べてたみたいだけど、まあリピートするような店じゃないってことね。まあでも焼肉店としてはまだ成功してる方なんじゃない？わかんないけど。焼肉で成功しようが YouTube で成功しようが、 Y は面白いと思わんというだけ。平均数万再生あれば収益はあんじゃねえの。終わりに向かってるとは思うが。結局人柄の問題だろ。窮地で人は本性が出るが、こいつは神聖のクズだった。それだけの話だ。一度言ったけど、よろ肉とかの高級焼肉店には味でかなわず、とはいえ値段も無駄に高級志向で、これは厳しいなと思ってた。焼肉屋が思ったよりはヒットしてたが、焼肉屋以外の話なんも聞かなくなったからな。1店舗だけの焼肉屋じゃ先続かんやろそりゃ。新事業始めるか、せめて店舗増やさんと。次はどの身内切り売りするの？あの立地でネームバリューで焼肉で3年やれたら御の字じゃないかな。竜宮城で詐欺師たちにかもられていた頃がサスペンスホラーみたいで一番面白かった。宮迫です。2020年12月は2640万再生、2021年10月は804万再生、2022年10月は476万再生、2023年10月は184万再生。エガチャンネル2020年12月は1267万再生、2021年10月は1691万再生、2022年10月は2611万再生、2023年10月は2925万再生。エガちゃんは芸人として本物だから、宮迫と比較するようなもんじゃない。まあ当然だな。ごますり宮迫には。テレビのように高学歴や多彩な作家の台本通りに動ける才能はあるだけで、宮迫ってキャラを演じることしかできないから飽きられたら終わるわな。毎週楽しみにしてたのに、宮迫さんもう少し頑張れよ。焼肉屋の後おもろいことしてるんか。江頭も数年前がピーク感あったのに伸び続けてんのか。つうか数年前に話題になってたような連中ほとんど上位におらんからな。フィッシャーズでさえオワコンになってるからな。大変な世界や。江頭は普段映画チャンネル見てない自分にもなぜかおすすめに上がってくる。宮迫はそれがない。しゃあない。フジモン出てやれ。映画チャンネルはほぼプッスマスタッフだし、そら強いわ。宮迫さんも湾内のスタッフ集めてきたらええ。そんな人望ないやろこいつは。180万再生あれ月収50万はあるし、まだまだ余裕やろ。キッズよりも大人が見てそうだし、100万くらいありそう。一人でやってるなら安泰かもしれないけどね。広告収入以外にも案件収入とかあるんだろうけど、月200万も再生回らないんじゃそれでもカツカツかもな。宮迫の焼肉やユッケ提供してるのか。どこもやってることとはいえなかなか過激やな。ユッケではないが、今年5月には牛宮城で提供されたレバーが原因の食中毒疑惑が浮上し、ちょっとした騒ぎになっていた。牛宮城に来店したある YouTuber、 店員から
こちらさっと焼きがおすすめでございますと説明を受け、レバーをよく焼かずに食べたことなどが考えられると自身の配信で語っていたという。飲食店を経営する芸能人がこの手のトラブルになると一気に悪評が出回るため、確かに強気に思える。あの暴力と投資トラブルの TKO ですらちゃんと偉い人の言うこと聞いて手順踏んだら芸能界戻れたというのに、反社の前でカラオケしただけの宮迫が干されてるとか何したらこうなるねん。 TKO の木下は過去にペットボトル事件を起こしている。後輩芸人に過去の行動をいじられた木下がそれを真に受け激高、後輩芸人に向かってペットボトルを投げつけた事件だ。その後木下はメディアでパワハラなどと猛バッシングを受け、事務所を退所するに至った。相方の木本は FX トレードや不動産投資で周囲のタレントや知人たちに投資ビジネスを持ちかけ、結局周囲の人間も巻き込んで7億円余りの負債を抱えるトラブルを起こしていた。全ての助言を無視して暴走したら見放されただけだな。業界の偉い人の言うこと聞かずに YouTuber になったからやろ。相方どころか吉本でさんまと松本の後ろ盾を自ら壊したんやからもう無理。相方に忠実に従って戻れた論文量との差はここよ。長年一緒にやってきた相方に捨てられる形でコンビ解散ってなかなかなさそう。しかも主導権握ってた側が捨てられとるし。実際 YouTube で成功するのってめちゃくちゃむずいよな。大物芸人の YouTube 見てみ。え、この程度しか再生されてないの？みたいなやつ山ほどおるから、ネタ抜きで松本が YouTube 来たら中田より再生されないと思うよ。そんくらい YouTube で成功するのはむずい。最初はネームバリューで再生されるんだよな。でも数ヶ月も経つとよほど面白くないと人が離れる。テレビより残酷だ。そう考えたら粗品は化け物。お笑いでも成功して YouTube でも成功してるし、天狗になるのわかる。宮迫チャンネルずっと見てる Y の分析。宮迫さんは大変です、良い人です、スタッフにも優しいんですみたいな慰めみたいな動画が多いのがあかん。スタッフがつまらんし偉そう。一動画に宮迫さんが二自慢は入れてくる。宮迫さんってかつては一流タレントと付き合いも多かったし、番組も多くやってきたんやから、宮迫さん一人で芸能の面白エピソードや体験談を語るだけでも数字取れるのに、わざわざロケ行ったりテレビ風番組を作ったりいらんことばっかして赤字になっとる。柴田とかみたいに一人で喋れば金もかからんやろうし金も入るのに、宮迫というコンテンツの無駄遣い。宮迫に一人で笑い取れる技量もコンテンツとしての価値もない。確かにそう。宮迫なら一人で大悟みたいに喋ってればよかったかも。柴田の動画って予算ゼロやから賢いよな。いや、そもそも配信歴が違いすぎる。一人喋りは需要ありそうやな。宮迫見てると急がば回れて真理だな。植物的に YouTube に飛びついた宮迫は戻れず、地道に信頼回復に努めた亮はあっさり帰ってきた。アメトークの解散特番は軽いホラーやったわ。自分が死んでることに気づいてないゾンビが自分の葬式に参列してヘラヘラしてるようなもんやぞ。ただいまとか言って浮かれてたよな。マジで一人だけ浮きまくっててやばかったなあれ。ケンコバの悲しそうな顔で泣ける。あの対比は普通に笑えただろ。加納栄光にもかなり差をつけられてしまったな。やり直せるターニングポイントで常に誤った選択をした哀れな人。宮迫はスタッフ全員切って自分一人でやった方がいい。テレビ芸人としては圧倒的に宮迫の方が上だったよ。江頭は YouTube 芸人という自分に向いた場所を見つけられたから成功できた。焼肉屋のオーナーなら十分じゃん。おもんないねんから仕方ないやろ。光のこととか暴露すれば注目されるやろうけど。焼肉屋のおっちゃんやぞ、そっとしとけや。芸人宮迫博之としての面白さはもはや発揮できていないのが現状なのかもしれない。 YouTuber としても自身の持ち味やニーズにはまるコンテンツの分析が甘く、予算もかかりすぎなのではとの指摘があった。雨上がり決死隊を解散してから2年、未だに自身はお笑い芸人を名乗ってはいるが実態はもはやない。牛宮城も開店当時ほどの注目度は維持できておらず、その人気は尻すぼみになってきているということだろう。焼肉屋の新しい事業としてキッチンカー事業に邁進する宮迫だが、この作戦で果たして逆転することはできるのだろうか。今後の動向に注目だ。